雑誌熱燗と栗の首つまんでもう一杯いかがなんて妙に色っぽいね。僕は僕で油をかいて君の頬と耳は真っ赤か。アフリュだなんて一つ俳句でも決めて部屋の明かりをすっかり消して風呂上がりの髪月久しぶりだね。月見るなんて君の膝枕にうっとり